引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。Ja, ob man das jetzt wegen dem geistigen Wohl oder wegen irgendeinem Schönheitsscheiß-Ideal macht, ist ja ein großer Unterschied, ne? Gefahr ist trotzdem da, aber ich finde immer fragwürdig, wenn man es wegen irgendeinem Schönheitsideal macht. Nur so und so ist man denn schön, deswegen müssen wir das jetzt so und so ändern. Das ist immer totaler Scheiß einfach. Und es ist noch mehr, habe ich gar nicht gesehen. これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。ミラドル。Oh Gott, der ist nicht nur mit, der ist Midadol, wie Sidulfus. Oh Gott, ey. Das, diese Namen liegen in deren Familie, ne? Ich weiß, du magst Rätsel, also gefällt dir das hier vielleicht auch. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles ist im Reinen. An der letzten Zeile muss ich wohl noch ein wenig feilen, aber vielleicht kommst du ja trotzdem drauf, wo ich meine beste Erfindung versteckt haben könnte. Kleiner Hinweis. Dein Erstlingswerk könnte alle Baden dieser Welt arbeitslos machen. Viel Glück, dein Paps. Shido no Takaramono. Masaka, sore ga Enterprise no Buhin? Mido ga hajimete tsukutta suuchi. Otto nara nani ka shitteru kamo shirenai na. アンバーやラザロガイは そう、あとクライブ、手がかりは見つかったのか。教えてくれ、オット。ミドが初めて作った装置とは何だ。初めて作った装置？ああ、あれだ、オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、okay. シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした。どうやらその中にシドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。はあ、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。エーテルだまりやアカシアが増えたせいで。Das hat sie einfach zusammengebaut, okay. Yappari hen da ne? Yappari hen da yo. Teto, Kuro, doshita? Das Thema ist gerade sowieso ein bisschen schwierig jetzt. Ich spiele gerade ein Spiel und ihr redet über irgendwas anderes. Komm gar nicht hinterher. Tamani oto ga denakattari. ほら、お前たち何かしたのか。何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやってほらほらって。調べてみるから、そこをどいて。いや、aus dem Weg hier。
何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音、知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めた。Hello, Zenzu.当たりだよ、クライブ。それがシドの宝物だ。以前、奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれ、クライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。なあ、わかった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。Wie der Vater, so die Tochter. Zwei とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか。どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ルサージュが。さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだ。Läuft endlich, läuft. あんたがそう言うならいいんだけど、それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてね、クライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。Ich gebe mir. 隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。Aber erstmal wieder 3 Millionen Aufgaben. Ja! Woo! Campbell が大変なことになってるんでしょ。よう、クライブ。この前は世話になった。実は。また困っていることがあった。Lass mich raten, er braucht wieder Hilfe. もしかして、またブラックソーンのことか。ああ、そうなんだ。俺は以前、外の任務の報酬で、ある指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんで、ブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端、急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。Oh, wow. 怒らせることをしたつもりはないのに、何が悪かったのやら。頼む、クライブ。もう一度手を貸してくれないか。仕方ない。こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ、先にあいつのところへ行ってるぜ。クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか。最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。タルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が変わると言っても自分が見るって聞かなくて。ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃ
タルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか。ああ、俺から話してみよう。よかった。クライブ、頼んだよ。Hat keine Uvus? Weiß nicht. Taruya, 話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリグも心配している。一度休息を取ったらどうだ。ありがとう、クライブ。でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか。ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど、痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか。そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれ、タルヤ。本当にその薬を使うのか。彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよ。クライブ、エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。その材料集めに協力してほしい。わかった、いいだろう。ありがとう、クライブ。この時期ロストウィング近くの裏山道にマイトリングって魔物が出る。何、そいつから魔獣が取ってきてくれるかい。クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料を。あ、ich muss mir gleich mal Energy holen。Bei Schmutz kommt mir immer so vor, dass okay, der böse Cop ist und Flo, der Gute, und Chloe holt immer Kaffee. Chloe, warum holst du mir keinen Kaffee? Hä? Schön wär's, wenn sie so nett wäre, um mir Kaffee zu holen. なんだクライブ、またオーガストと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった。昔からさ。まあ、selber sehen。いや、ich will immer Kaffee、jede Stunde ein。あいつの指輪を見るなり、Kaffee。だったそうじゃないか。なあ、ブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ。指輪を見て。少し昔を思い出しただけだ。ちょっと待って、カフェビデオ見て。昔。Ich trinke den erst recht Kaffee。ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ、頼むよ。まったく。話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも家事の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺にこれほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ、ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命をかけなきゃならねえ。だからこそ
誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたようなやつにはな。ブラックソーン、その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今更会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも答えてやりたいんだ。それに家事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。わかったよ。よし、決まりだな。ゾルターンだったっけ？その人は今どこに？俺の故郷だ。ドラボズって村でオサをしてる。ドラボズっていや、コラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よし、クライム。後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーンを連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。Hallo Koko. Reise nach Dravosit, erlege eine Schattenmilbe. Ew. Und ich sehe, hier sind noch mehr Aufträge. Cool. Tränen der Gnade. GTA RP, Brownie, lass eine Crew starten. Oh Gott. Ist das der schwarze Mann, den ich jetzt zufällig gefunden habe? Das heilige Horn. Okay. Oh. Ich habe irgendwas gefunden.
So. Muss jetzt leider weg, ne? Für wer jetzt mit uns unbedingt Monopoly spielen. Viel Spaß, Brownie. Nido to mezamerna. Da ist jetzt der schwarze Mann, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich hier gerade bin. Ich wollte nicht in diese Ecke. Ich will ja hier hoch. Ach ja. Weißt du was? Ich jetzt hier rüber, dann gehe ich auf die andere Seite. Kann ich nämlich auch Heiltränke kaufen. So. Lass den Vierer-Wettkampf machen, Lisa, willst du Punktrichterin sein? Um was geht's jetzt schon wieder? Wetttrinken. Laufen! Und wann wollt ihr das machen? Curry vs. Mirko vs. Standing vs. mich. Oh Gott. Dann führen wir noch Leute an. Da ist er einfach explodiert. Okay.
Schattenmilbe. Boah, ekelhaft. これが魔中眼だろう。かっ、richtiger Alki-Chat, ja, ich merke schon. August, どうかしたのか。ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも。今村の中でちょっと厄介事がな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の効かないやつだなあ、ハノタレビート。お前まさかブラックソーンか。なあ、久しぶりだな。何しに来た。故郷に帰っただけだってのに随分な言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長に。いいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。sehr viele Flo, sehr viele. Ich weiß es selber gerade nicht. 約束はできんが、努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけど、なんだか活気がねえな。ここはカジノ村だ。昔はあちこちから鉄を打つ音が聞こえたもんだが。Wisst ihr, was ein Hammer noch ist? Ein Werkzeug. ルターンに話を通してきてくれないか。おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。すまん、頼んだぜ。Sie haben eine sehr seltene, sehr ansteckende Krankheit namens Chloischitis. Wir müssen sie auf die Isolierstation verlegen und dort bekommen sie nur Kartoffelpuffer und Spiegeleier zu essen. Werde ich davon dann wieder gesund? Nein, aber das ist das Einzige, was sie unter der Tür schieben lässt. Uff. Ja.父さんたちは何やってるの？大事なお仕事よ。あなた。おい、もっと力を入れろ。そんな日じゃ鉄を打つところじゃねえぞ。おー、ガイル、そうあいな。すまない、ここの村尾さんに話があるんだが。俺に何の用だ？あんたがゾルターンか。お前よそ者だな、花垂れビートめ。
村に入れるなと言っておいたのに。シノディ。よそ者に用はない。大好きシノディ。と出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に？誰だ？ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーン？だと？ああ、この村に来てる。迷惑だ。連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。くそ、ダメだ。やっぱりベアラーの魔法なんかじゃ鉄を打てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに、見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったなら、すぐに村から出て行け。そうか、分かった。Okay. 頼むよ村尾さん、また火事ができるようにしてくれ。くそ、鉄を撃てるだけの火力にならねえ。このままじゃまともに火事ができねえぞ。父さんたちは何やってるの？何をお求めかしら。ちょうどいただくわ。村の炉が使えないなら鉄を。苦労して鉄を掘っても。Oh, voll, voll.